今日いつもと違うか、ポンポンも置いとこ、ポンポンと写真撮ったんですよね、ポンポンも置いとこ。なんかわかんないけどめっちゃポンポン見たんですよね。ポンポンも好きだったからな。過去形、過去形。推し変しちゃったから。どっちかがゲームセンターで、どっちかがねお店で買った。これなんだろう。リボン付きがお店で買ったのかな。これ多分ゲームセンター。ポンポン。でも好きだよ。推し変したやつ。これはマイメロだし、特にあんまりあれなんですけど、ちょっと絶対ガオはしないと思うんですけど、勉強しようかなと思って、勉強しようかなって思ったのでこれを買った。形から入るタイプなんですよ。形だけしっかり決めて、キラーン。そういるよね、推し変したけど、推し変したくせに好きとか言う人。いるよね。私そういうタイプ、ごめんけど。私ってちっちゃい時って言っても小学生ぐらいまでなんだけど、中学生もかな、小中学生もかな、なんですけど、私ノートが好きだったんですよ。メモ帳が好きだったんですよ。勉強しようと思っていっぱい買っちゃった。こういう見えんね、線が入ってない。これは方眼っていうか、方眼です。こっちは自由帳みたいなノートが好きなんですよ。買っちゃった方眼。こういうノートにアナログだからさ、私これいい動画のいい動画の予定表みたいな、チーム E のいい動画の予定表みたいなやつを一人で書いて、でこう困らないように誰が編集して、誰がどれを編集するみたいなのとか、書いて分からなくならないようにしてたりしますね。でこれはあの何勉強するかとか考えてないんですけど、勉強しようかなと思って、絶対しないと思うんですけど。ノートだけ買っておしまい。っていう未来が見える。なんだろうね、 iPad とかはダメなんですよ。こう字が綺麗に書けないから、 iPad だと。だからなんか思ったように書けなくて、多分時間がかかるから、多分 iPad はあんまり使わないですね。今日カチューシャしてるわかる？こう見せればわかるね。めちゃめちゃシンプル。
明日ツインテールとかしようかな明日の公演、何もない公演だよね。ツインテールとかしようかな。どう？この辺、この辺ならいいのでは。まあ伸びたね、髪、髪伸びたねって。いや今やばい、メガネこうやってやるとしちゃったメガネないのに。明日猫、ほんとだ、ニャンニャンニャン。じゃあ猫耳のがいい？猫耳捨てツインでいいんじゃない忙しい、忙しいなぁかここのさ、ツインはさ、いけないことはないんだけど、なんかこれより似合う髪型があるのを私は知ってるから、自分にあんまりやらないんですよね。なんかこれじゃなくてハーフツインの、ハーフアップの方が似合ってたなとか思っちゃうんですよね。ここに飾りが2つつけばねいいんだけど、ちょっと幼くなりすぎ激長、長やん。あ、犬の毛みたい、ファーって言ってると。最近あれ見始めました。なんだっけなんだっけ、100万回言えばよかったみたいな、合ってる？ネットフリックスに入ってる井上真央さんと佐藤健さんのやつ、今やってるやつかな。見始めました。今3話か4話ぐらい見てます。あとはアベパ TV でボーイズプラネット見てる。にゃん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 、話についていけない。でも一昨日ぐらいから見始めたからまだ間に合うよ見始めたばっかり、私もミーハーなの。体探しは見ました、見た見た。でもなんか続きそうだったね。あれそんなことはない、すぐ忘れちゃう。バンドのやつ、違う気がする。ネットフリスマホで見れるよ。でもね、私あれ見たいんですよ、死刑に至る病が見たいんですけど、なかなか入りませんね。レンタル、ずっとレンタルだから、私いつもレンタルすると入るんですよ、サブスクに。だからいや今回は負けないぞと思って入るまで待ってるんですけど、今戦ってる。阿部サダヲさんのやつ、パスタの阿部サダヲさんすごいですよね。なんかあれ、あんな感じの阿部サダヲさんを見すぎて、阿部サダヲさんはなんか怖い人だっていう認識もうまるまるモリモリとかのイメージないもん怖い人みたいな印象ついてる。すごいですよね、俳優さんって。これ首、首冷たいな
対でかいよな。エスカレーター、うーん、エスカレーターの話、違うエスカレーターの話をさ、トカホラボで話してるから、ね、いいじゃないよで話したっけって思っちゃった今ゆずさんの、ゆずさんのやつですよね。ね、これつばってる方が可愛いよね。だいぶあれなんですよゆるゆる。なんかこれリラックマに変わったよね、この周りのやつ。ここにウサギさんいる？クジラ？リラックマ。ポンポンプリ。人に気づかないんですよね、あんまりね。気づく。気づく時もあるけど。昨日からイベント始まった。あ、そうなの？リラックマの？最近もうなんかいろいろな情報に疎くて、そんなことなかったんだけどな。なんかね、昔は、昔っていうほどじゃないんだけど、去年、1年前とかはめちゃめちゃ、あ、でも心にフラワー前かな、心にフラワーでちょっと考え方が変わった部分はあるから、それ前ぐらいかなまではすごい周りを見てる方だったね。自分で言うのもなんだけど、周りを見てるっていうか、いろんなことを知ってたんですよ。今日どのチームが公演しててみたいな、このメンバーがこの仕事しててみたいなのを、なんでかわかんないんだけど知ってたの。あ、今日 K2 公演だよみたいな、 S 公演だよみたいな感じだったんだけど、生誕イベントだよみたいな、本当に年々それが薄れてきてる。2018-19とかはすごい知ってたから、狭まってきてるよね、きっと私の視界なんだろう。だからこう最近疎いんですよ、全てのことについて、おいて自分でも感じる。よく、いや、いいのか悪いのかってところですけど、そう、今日誰々が誕生日でとかも割と把握してたのに、もう追いつけないえ、あります？こういうこと。
ここでこれ止めとこうかな。そしたら首元落ちてこない気がする。どう？ああ、でもなんかすごく着づらい。うん、これぐらいがいいかな。あ、でもなんか肩気持ち悪くない？なんか今度こっちがパツパツになっちゃって、難しいな。こんなもん。ねえ、そうだよね、いけないわ。でもあれですよね、体調を崩すことは減りました。なんか結局変わってないよね。わかる。ここをさ、両面テープで貼っつけたりした方がさ一番いいかもしれない。難しいですよね、こういう服ってさ。この辺を詰めれたら一番いいんだけどね。でもね、なんかね、逆に休みの日とかに、いいことなんですけど、休みの日とかに割と熱出るようになっちゃったから、そんな出ないんだけど。難しいですよね。気にしすぎも良くないし、気にしなさすぎも良くないし。お腹減っちゃった。お腹は未だにね、良くない。お腹はそう、気にしないって難しいよね。難しいけど、難しいんだけど、なんか今日やっぱりダメだ。右分けだから、前髪がしっくりこないよ。でも今日なんか目キュルキュルしてるね。よく分からん。でもなんか聞いたことがある。右の顔を出した方がいい印象になるらしいよって聞いたことがある。どこで聞いたか分かんないけど、誰が言ってたかは覚えてないけど、らしいですよ。なんかそういうなんか認識するんだって、人間って。右の顔を見て、
なんか忘れちゃった。それをずっと信じてたの、ちっちゃい時。だから右分けにしてて、で SK 入って、SK 入ったばっかの時右分けだった気がする私。それを信じてたんですよ。だけど左の顔の方が好きだっていうことをに気づいてから左分けにするようになったから、でもどっちかの顔が遺伝で、どっちかの顔があれなんですよ、生活とともに変わっていくんですけど、どっちだっけな、どっちか。だからモナリザの顔って左右非対称に描かれてるみたいな、全部曖昧で申し訳ないんだけどっていう話があって、でその非対称がどうっていうのをすごい調べた時期があったんだけど忘れちゃった。でも左の顔が好きだから左を出したいよね、こっちが好きこっちの口角が下がってるんですよ。だからこっちが好き。骨格がのあれもあるよね。でもさ、こう今からさ、こう気にすることによってこう年々多分差が生じてくるんですよ。それをこう抑えることはできるよねこう矯正とかすればさわかんないけどなるのかな、知らんけど。感情が左に出るの、左の方が好きだよ私。オクトパスガーデン美味しそうでしょ、美味しい本当に美味しい。フェイスバンドとかしようかな、小顔になる。でこっちきつめにすればさもうサイズ一緒になるかもしれない。これリラックマですねって人によって違うの？このいやかっこいいグループによって違う？爽やかとオクトパスガーデン、どっちだろう。私はなんかほぼ同じ感じほぼ同率1位ぐらいなんですけど、お母さんによるとオクトパスガーデンの方がちょっとなんだろう重たいって言ってた。サトウキは爽やか信者なので爽やか大好きなんですよ。爽やか静岡の爽やかに
結構行くんですけど、最悪信者なので大好きだから。だからこうに味はめっちゃ似てるんだけど、さやかの方がこうもたれない感じはしますよね。だけど私はオクトパスガーデンすごく好き。ハンバーグ食べにわざ名古屋より近いよ名古屋行ってメンバーとご飯するより家族で爽やか行った方が近い。同じぐらいかな、近いかな、いや近いと思う。それもあって休みの日に名古屋に行かないから、基本的に人と会うことがあんまりないんですけど、普通普通普通に焼いてもらって、店員さんが去ったら全部切って一口サイズに断面を赤い部分があると食べれないタイプです。だからローストビーフとかあんまり食べれない。びっくりドンキーありますよ。生ハムも食べれない。生ハムってさ、女子好きじゃないですか。生ハムとかアボカドとか。生ハム結構メンバー好きなんですよ。生ハムみたいな生ハム生ハムって感じなんだから、生ハムって美味しいんだと思って、なんかの時に食べたんですよ。なんだったかな、なんかの時に食べたの。めっちゃ食べれなかった。想像してた味と全然違って、衝撃だったもん。みんなこれを食べてるのと思って。アボカドも食べたことあるんですけど、アボカドもダメだった。アボカドもね、すごいと思う。食べれる人アボカド生はねダメですね、基本的に。牡蠣もダメ。牡蠣の話をするんですよ、メンバーと。牡蠣食べれるみたいな。牡蠣好きですか皆さん。牡蠣、あの海の幸の方の牡蠣。
牡蠣分かれるよね。牡蠣、牡蠣好きなのみんな。オイスターかな、多分そうだと思う。山口、あれよくも飛んできた。牡蠣ってさ、なんか宇宙宇宙人っぽくない？牡蠣食べれる人ってさ、宇宙人っぽくない？ごめんね、あの牡蠣が本当にダメなんですよ私。生野菜、トマトとかナス、キュウリが本当に鳥肌立つぐらい好きじゃないんですけど、それ以上に牡蠣好きじゃないんですよ。ウニも。だから多分ウニとか牡蠣とかを食べれる人って宇宙人だと思ってるから。あのあれですよ、千と千尋の神隠し の、 あのパパが、千尋のパパが豚になる前に食べるやつあるじゃないですか、ブニブニしたやつ。ああいうイメージがあって、牡蠣って。だから牡蠣を食べるとなんかなんて言うんだろう、多分人間じゃない何かになってるんだと思うんですよ、その牡蠣を消化するまで。だから牡蠣を多分目の前で食べられたら、いやいいんですよ全然食べてもらってけど多分生で牡蠣を食べてたら、もうそう人間じゃなくなったって思っちゃいそう。この間だって楽屋でね、牡蠣を食べれるか食べれないかみたいな、大岡さんとあみちゃんとしてて、二人とも食べれるんですよ。だから宇宙人二人は宇宙人だって思ってた。ユッケもそう、ユッケも割とそう。だってさ、食べてさ、お腹をさ壊す人がいるわけじゃないですか。だから食べちゃダメなんですよ食べちゃダメなんだと思う。そう、どうにかして食べれる方法を見出しただけで、多分宇宙食か何かだと思う、あれって。まあでもユッケはそっか、 V だから。牡蠣は本当にね、多分あの見た目もあるんですけど、あでも居酒屋でバイトしてた時全然牡蠣鍋出してたんですけど運んでた牡蠣鍋、こう台車に乗せて置いてた、こうやってどうぞ、なんで牡蠣鍋なんかって思いながらどうぞって言って出してた。ホタテとかもさ、ホタテかな、
きい貝、なんか大きい貝の怖いよね。あ、アワビもそう。もう本当にちっちゃいアサリとかは食べれるんですけど、でもアサリとかもよく考えたらちょっと怖いよね。ああいうでかい貝類は多分無理だと思う私。サザエ、白子、白子、白子って何？白子って多分無理だと思う。そっち系でしょ、ウニ、ユッケ、カキ、白子系でしょ。小袋とか。宇宙系。宇宙系でしょ。アボカド、アボカドもう割とそっち系。犬好きですよ。うん、宇宙系ありますね。食べて好きになったもの。なんだろう、からし明太子好きだって思ったけど今好きじゃないからそんなに。うん、難しいところではあるんだけど、あ、もずく酢ダメ、酢がダメ、もずくもダメだけど、イカの塩辛、内臓みたいなやつ、イカの中身みたいなやつ、なんか酢の酢っていう主張が強すぎるとダメですね。中華料理が基本的にあんまり得意じゃないかな。ラーメンとか麻婆豆腐とか餃子とか食べれるけど、っていう感じ。酢豚は食べれるの、ポン酢も大丈夫だけど酢酢飯も大丈夫けど酢感が強いとねダメ。
みちょダメだった。そうだから中華系って基本的に食べれないんですよ。本当に王道な食べ物しか。だからケータリングで中華料理が来るともう終わるその日のご飯ないんですよ。サンラー多分漢字読めないから食べれないと思うそう多分その食べ物と触れ合う機会がなかったんだと思う。チンジャオロースは好き。でも北京ダックはね、香港行った時に初めて食べたんですよ。美味しかった。辛いのも好きですよ。基本的に食べれる。無理だ。この間さ、この間っていうか結構前だけど、もう最近食べれるもの増えたと思ってたんです、私。だからなんかご飯行こうってなった時にゆずさんとご飯行こうってなった時に何食べたいって言われて、もう食べれるもの増えたからどこでもいいですよっていう話をしたら、最近増えたんですみたいな。そしたらタイ料理はって言われて、ちょっとタイ料理はまだまだだったからちょっと違うとこに行ったんですけど、意外と増えてないのかもしれない、食べれるもの。異国、国をまたぐのはまだダメです。パスポートは持ってるけど心の準備が。日本食でもね日本食でも厳しいのに。あとね、私がね美味しいって思ったものをひたすら食べ続けちゃうんですよだからこのご飯屋さん美味しいって思ったらそこにばっか行くようになるし、よくないんですけどそういうのって。そうだからこう
開かれない自分の道が開かれないんですよ。韓国料理は食べれます。韓国料理によるけど、プルコギとか冷麺とかは多分苦手。辛い系は好き。ゆずさんと合わない食の好み。というかあんまり合わない人と食の好みが。なんかこの人とすごい合うっていう人と出会ったことがない私がね難しいからてかね、 SKE のメンバーは何でも食べれる人が多い。本当になん信じないもんねナッキーさんとかこれ美味しいよとかここのお店美味しいよって言ってても信じないもんねどこも美味しいって言うから素敵なんですよ素敵なメンバーが多いんです。どこも美味しいって言うけど、もう私からするとちょっと敵スイーツの方が狭い。スイーツは本当に食べきれないんですよ無理ってなっちゃう。スイパラとか多分一生がいかないと思う。いや本当にナッキーさんって何でも美味しいって言ってくださるんですよだから美味しいですかって聞くと、うん美味しいよって言うから、うん、どうだろうって思って見てる。でも羨ましいですよ本当に。だからやっぱいろいろ知ってるじゃないですか。美味しい中でも多分美味しい、より美味しいお店とかを知ってるし、美味しいって思える範囲が広いからこそ結構いろんなお店に行ったりとか、なんか地方のお店まで知ってるんですよナッキーさんって。だからすごくいろいろ聞くんですけど私も。けど、うん、私は食べれるだろうか。美味しいお店を紹介してくれません。行きつけがあれかな、あんまり。バレたくないタイプなのかな。私が
私がこうおすすめするのは、おすすめするというか紹介するのは、年にすっごい行くわけじゃないんですよ、ご飯屋さんに。まあ皆さんそうだと思うんですけど本当に年に 1,2 回行くか行かないかだから、割と紹介しやすいっていう部分はあるけど、行く人って本当に行くじゃないですか、頻度だからだと思う。私もだってあれだもん、もう完全にこうお仕事終わりのボッサボサ状態で夜ご飯屋さんとか、あもう無理お腹すいたって思った時に行くところは言ってないからそれと一緒だと思う。そんな行かないけどね、買って帰ることがほとんどだから、そんな食べたりとかはしないんだけど、でも一人でご飯食べたりとかも全然するから、そうだからそうだな、割とでもそういう時はチェーン店だけど、こうちゃん本当にお出かけして食べに行くっていう、そこのお店のご飯を食べるっていう目的を持って行った場所とかにを紹介してるかな。何時から配信始めたっけ？ガホリンがボサボサで一人でそう？まだ1時間経ってないの？めっちゃお腹空いちゃった9時までやろうかな。牡蠣は食べません。リラックマポイント、ん？黄色い鳥ポイント、何これリラックマポイント、これが始まったってこと？何も知らないんだけど、なんか来ないんですよね、あんまり情報が、ショールームの。だから SKE なんか48デーみたいなあるじゃないですか。でそれが、まあ、来る時の方が多いけど、来ない時もあって、来ない月だから SKE48 のメンバーが SKE48 デーの日にあんまり配信しなかったりするのは、多分その連絡が来てない時だと思うスイッチ最近やってない、最近ちょっといろいろあったからやってないですね。熱しやすく冷めやすいんですよね、多分冷めちゃったスイッチまたやり始めたらやらなきゃ。毎日配信してるメンバーは知ってるかも。あ、スイッチ？確かに。でもゲームより睡眠なんですよね本当に私の一番優先
順位は睡眠。人と会うとか、ご飯食べるとか、映画見るとか。違う、睡眠。寝ることに生きる価値を見出してるのやばいよね。生きてるっていう、それ。A 型って睡眠をとることによってこうなんだろう、発散するんだって。リラックマのアバターにカホちゃんの名前入ったやつを配布できるらしい。そうなの。でも結構ポイントかかるんじゃない。今みんな私のアバターに着替えてくれればいいから。なんでみんな着てないの。ほら着替えて着替えて。30万ポイント。いや私のアバターも星投げたりコメント書いたりしたら着替えボックスに入ってるからね、着替えれるよいつでも。A 型なのに寝ても発散されてる気がしない。なんか AO とか AA とか AB とかあるじゃないですか。そのもう一個の方が強いんじゃない。私 AO だから、 A 型が出てる時もあれば O 型が出てる時もあるから、 AA なのめっちゃ A じゃん。旗に名前入ってるのでもいい。いいよ。本当だ、みんなぼちぼち着替えてる、報告してくれるけど更新されないとあんまり変わらないね。お旗持ちになってる。O はどうやったら発散できますか。 O 型ってどうなんだろうね。外に出て発散するんじゃない。 O 型ってさ、 O 型だよね。A 型から見ると O 型の人って O 型ですよね。めっちゃめっちゃ思う。あ、大型だな。なんか A 型の人ってめっちゃ A 型だなって感じるし、 O 型の人は O 型だなって感じる。私も家だと O 出てると思う。でも外に出ると A 型になるんですよ。まあ、家の中でも A 型の時あるけど。ライトが消えた。バッテリー切れです。まあ、いっか、あと10分だし。ミノムシじゃないクロワッサン。この間ドンさんのお家に泊まった時に血液型の話になって、ドンさんって A 型ですよねっていう話をしたの。マキコさんと須田さんが A 型で、確かA 型っぽいじゃないですか。で、私も A 型なんですよ。私が言うのもあれなんですけど、本当に須田さんも真紀子さんも細かいんですね。で、私も負けじと細かいの。
だから A 型めっちゃわかるって思ってプロフィールを見てたんだけど、私ドンさんも割と細かいと思ってて、で大型の人に私細かいって言われるの基本的にメンバーに言われるんだけど細かいって、けど大型の人によく言われるのね。だからドンさんに私のこと細かいって思いますかって聞いたら、いやーって言ってたから、じゃあ絶対 A 型だって思ったけど、なんか A の組み合わせにならないらしくて、だから A じゃないと思うんだよねって言ってて、ねえ調べてほしい、血液型調べてほしい。ファンの人大型多いんじゃないわかんないけど、AB 型、 AB 型、 AB 型ってどうなんだろうね。 AB 型って気難しいって言われるイメージがあるけど、 AB 型も AB 型って感じしないAB 型、 AB 型って AB 型感すごいよね。なんかのほほんとしてるのにやることはしっかりやるっていう印象がある AB 型は。A 型はもうしっかりしてる感じが出てるじゃないですか。 AB 型は出てないんですよ。出てないんだけど割とやることやる、やらない時もあるけどっていうイメージかな。なんか結果に直結するような行動力はあるけどみたいなイメージ。 A 型は無駄なことまできっちりやろうとするイメージ。それ必要みたいな。私血液型であんまりないかな、合う合わない。血液型に思ったことがないかも。人間性だよね人間性と、あとね、言葉遣いで別れちゃうかも。私は言葉遣いが悪いともうねダメなんですよね。あんまり、えとってさ数えづらくない？12個ありすぎて。
葉遣いとかね、言い回しがね綺麗な人は惹かれる。うん、素敵だなって思うよね。だってそういう考え方を持って生きてこないと多分出てこないから、そう、あ、この人も神経質なのかなとか思っちゃう。そう、さようでございますか。硬いのは違うの、硬いと丁寧はまた違うんですよ。あとイライラした時に雑な言葉遣いになっちゃう人もなんか若いなって思うかな。そうそうそう、お仕事してると、まあお休みの日とかでもたまに見かけるんだけど、でも冷静すぎる人もねどうかと思うよね、きっとね。逆の立場から見ると、でも私も全然社畜とか言うから全然あれなんだけど、気にして気にしすぎなくていいんだけど、そのやっぱ切り替えができる人の方がいいですよね。丁寧すぎると堅苦しくなりすし、私か話したっけ、話したっけ、話してないかな、話した気がするな。あれ充電ができないぞ。来た来た来た。なんかこうオフショルとかを着て特会してるとファンの方になんか目のやり場に困るよって言われるんですよ、割と。オフショル、オフショルとかね、あ、そうって感じなんだけど。だけどなんか一回何だったかな、同じ言い回しなんだけど違ったの。なんか今日目のやり場が多くて素敵だねみたいな、感じで言われた時があって、トーク会で。その言い方すごいって思って。
そう、見どころたくさんだねとかでも同じ意味なんだけど、イコールじゃないですか目のやり場に困るよもそうだし、そう同じ意味だけど、なんか受け取り方が違ったの。そうだから分かんない、これはメンバーによるかもしれない。なんかそのそういうこと言わないでっていう思うメンバーもいるかもしれないんだけど、そうなんか目のやり場が多いねみたいな、素敵だねみたいな、いいねみたいな感じで言われた時は、この人ってなんだろうな、こう感受性が豊かというか、いろんな人と話す職業についてるのかなとか私もそんなにこうワードセンスがいい方じゃないから、そういうことはあんまり考えたことはなかったんだけど、そうセンスあるなって思いましたね。ああ使おうって私もそういうこう普段何気なく言ってる言葉とかでも言い方を変えるとだいぶなんか同じ意味だけど印象に残るし、すごいなって思ったから使わせていただこうって思ったけどなんの話してたっけ。そういうのがなんかパッスラスラって出てくる人はなんか素敵だなって思いますよね。私もそんなにラジオとか MC とかアンコールのとかやってても話がそんなに上手くなったりとかしないから、言い回しとかも一気に増えるわけじゃないじゃないですか。日々こういろいろ吸収しててもなんかすぐ出てっちゃうから、これいいと思って頭の中に入れても寝たら忘れちゃうんですよ。だからそういう引き出しが多い人って多分そういった環境の中で生きてきたんだろうなっていう、難しいことを私よりも何ランかランクか難しいところでこう経験を得てきたのかなみたいなっていう風に見えてくるからだからそういう話のが、そう須田さんとか真紀子さんとかドンさんとかもそうなんですけど、谷さんとかもうなんか私が今経験値を増やしてるこのライン、今私がいるラインはもう通り過ぎてんだろうなっていうのをすごくひしひしと感じるからだから私がこう今25歳でここのラインにいるとして、でもなんかこう先輩とかって、まあ、ドンさんだなんて私より若いわけですよ。でもその多分私が今25歳でいるラインをきっとドンさんはもっと10代とかの時に通ってるんだろうなって思うと、なんかまだまだだなとは思いますね。そういうのは感じる頭の回転はなんか悪くない方だと思うの私
めちゃめちゃいいってわけじゃないんだけど、回転してる方だとは思うんだけど、それを活かせてるかどうかってまた別の話で、だからファンの方はすごいよすごい、なんかリプ返信とかメールとか DM とかくれる方のはコメントとかも を見て活用してることはめちゃめちゃあるので、私がこうファンの人のツボを押さえてるなって思ってもらえるのは、ファンの方がくれた知恵を自分の中でこういろんな人がくれるから組み合わせて凝縮してって感じだから、アイドルを本当に何も知らないとこから始まったから、ファンの方からの入れ知恵は本当に良い。ちょっとしたコメントでもなるほどってなることってめちゃめちゃあるし、だからエゴサしたり掘ったりするんですよ。そこで学びがあるから、そう、こうファンの方の需要を得るためにはファンの方を知らないと、その供給、需要と供給って成り立たないじゃないですか。だからその自分のファンだけじゃなくて他のファン、 SK48 のファンだったり、本当に違う地下アイドルさんのファンだったりっていう、本当に TikTok とかでも全然違うグループの人のコメント欄とか見たりして、あ、なるほどみたいな、そういうのが結構組み合わさって私の行動につながるから、めっちゃ見ますねめっちゃ見るし、でも本当に私よりそういうなんか生かすのが、自分が得たことを生かすのがうまい人っていっぱいいるから、本当にまだ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 全然弱いなって思いますよ。私の頭は、私は能力めっちゃ低いなって思うから、まあ伸びしろですよね、いろいろできる、できますよ。そう、知らなかったもん、正規メンバーと選抜メンバーと研究生の違いも知らなかったから友達に聞いてさ、選抜メンバーと正規メンバーって何が違うのって聞いて、選抜メンバーは正規メンバーの中からこう選ばれてる人だよみたいな教えてもらって、あ、じゃあ選抜メンバーがすごいんだねみたいな選抜メンバーになったらいいんだねみたいな感じだったから、本当にそこからだったから、いろいろ知識をいただいてます。もうめっちゃご飯だよっていう報告、めっちゃご飯だよっていう報告 を受けてます。じゃあインタビューゼロポジは、私はガッチガチの方が良かったんですよ。こういうなんか固いことを話すのが割と好きだから。でもそしたらバラエティだったの。私にバラエティはちょっと求めないでほしい。本当にっていう話を友達としてたの、年末に。私って本当にそんな面白くないから、なんかバラエティ
だみたいな感じで、なんか紹介されるとなんかおもりだみたいな話をしてたらすぐ来ちゃったから、ちょっとバグってる。再来週ですね。私は本当にガチガチの方、ガチ向きだったと思う。逆にガチ向きで出てアドバイスしてほしかったもん。子がこう答えた方がいいとか違った。でも本当になんか頭おかしいことしてるからごめんねいつもか、いつもあれか、おかしいことしてるか。でも楽しかったからいいや。というわけでランキング見ます。1位、あー、ありがとうございます。2位、ふふふふふ、ありがとうございます。3位、コッ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 コ、ありがとうございます。4位、ルルルル、ありがとうございます。5位、ノノ、ありがとうございます。6位、タタタ、ありがとうございます。7位、ムムム、ありがとうございます。8位、ヒヒヒヒ、ありがとうございます。9位、ジェジェ、ありがとうございます。10位、スー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 、なんだ、スースースー、ありがとうございます。11位、ヒヒヒ、ありがとうございます。12位、あー、ありがとうございます。13位、あー、ありがとうございます。お、飛んだ。飛んできた。あー、ふふふふ、ここここここ、ノノ、ルルルル、タタタ、ムムム、ヒヒヒヒヒヒヒ、あー、ジュ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 、ジェジェ、スー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 ス、なんかそう、ヒヒから始まる人多いんですよねこの壇上でもさ、わかると思うけどさ、火から始まる人と、こから始まる人多い。何ですかね、年代キラ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 ネームみたいな感じのあれかな。というわけでありがとうございました。お腹空いちゃった。ご飯食べてくるね。またまたね、バイバーイ。